広く浅いチャンネル。お疲れ様です。広く浅いチャンネルです。今回ですね、日産デイズの実際のこう燃費についてね、ちょっと動画を撮っていきたいなと思います。こちらの車はですね、日産デイズのハイウェイスター X プロパイロットエディションというグレードになります。エンジンはターボはついてない N エンジンのグレードになります。カタログ燃費はリッターあたり 21.2 キロになってるんですけど、実際のね燃費についてちょっと満タン法で測ってみたいと思いますので、これからデイズを購入を検討する方やすでに乗っている方のちょっとでもね参考になれば嬉しいです。ぜひねチャンネル登録してお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。今映ってるんですけど、走行距離見ていきましょう。301キロですね。ここからちょっとガソリンスタンドまでこれから走るんで 1.2 キロぐらい増えるとは思うんですけど、この300キロをねベースにね満タン法で測っていきたいと思います。今メーターが示している燃費はこちらになりますね。今現在は 19.9 キロになってますね。300キロぐらい走って車は 19.9 キロだよと言ってますので、これが満タン法で測るとどれぐらいなのかっていうのをね見ていこうかなと思います。あとは燃料系の減り具合はこれぐらいですね。まあ半分よりはちょっと減ってるかなぐらいになります。それではガソリンスタンドに移動してですね、給油してですね測ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。ガソリンスタンドに到着しました。現在の走行距離は 302.3 キロになりますね。こちらの距離をねベースにね、どんだけ燃料入ったかで計算していきたいと思います。それでは早速ガソリン入れていきます。しっかりね満タンまで入れていきます。はい、こんなもんかと思います。それではねレシートが出るので、実際燃費の方測ってみたいと思います。家に帰ってきました。ガソリンね満タンまで入れてきましたので、早速測ってみたいと思います。レシートの方もね用意してますので、こちらの数字で見ていきたいと思います。先ほど見た走行距離は 302.3 キロだったと思いますので、 302.3 ちょっと計算機入れますね。 302.3 ですね。割るですね、レシート見てみましょう。レギュラーガソリンこちらですね、 16.72 入ったみたいですね。これで割っていきます。 16.72 とうわと、18.08 ですね。リッターあたり18キロという計算になりますね。これが満タン法の実際の、デイズハイウェイスター X プロパイロットエディション、ターボじゃなくて N エンジンの燃費になります。走行条件なんですけど、街乗り 100% ですね。一回も高速には乗っておりません。一回に走る距離は片道9キロの通勤のみになります。他の用途では全く走っておりません。朝晩の9キロずつの通勤のみに使って、片道ですね、信号や一時停止で大体10回ぐらいはストップ&ゴーがある感じでですね、9キロ走るのに時間は20分から30分ぐらいかかってます。ガラガラに空いてる道を走ってるわけではなくって、そこそこの渋滞はある感じですね。エアコンは全く使っておりません。使ってないというのはコンプレッサーは回してないよといった感じですね。暖房の方はたまに使ってましたが、 AC は入ってないのでコンプレッサーは回ってないと。単純にエンジンの熱を車内に取り込んでいるだけですね。使ってるのはそんな感じです。いかがでしょうか。18キロ、デイズのメーターでは 19.9 を指していたんですけど、まあ大体 10% ぐらい引いた感じになりますね。以前自分で測った時もこんな感じだったので、まあ、メーターから 10% ぐらい引いたのが実際の燃費かなと思います。で4月はですね20度ぐらいだったので、気温の方がまあ燃費もだいぶ上がってきて、エアコンを使っていないのでかなりいい値かなと思います。ちょっと前に乗ってたデニオと比べると2倍近い燃費なので、私個人的にはすごい満足しております。デイズの燃費、気になる方は少しでも参考になれば嬉しいです。それでは本日の動画は以上になります。ありがとうございました。また機会にお会いしましょう。さよなら。